シオグラスって、そのデイドラーっていう偉大な存在だからなのか分かんないけど、リアクションとか関係ないんですよね。聞いてようが聞いてまいが、やっていくっていうスタイルなんですよね。あの人。お前がどんなに俺をおかしいと思ってても知らんからっていう。気にもしないんですそんなこと。そんな常妙のものの小さな悩みなぞ。うん。 花から情名の,ものの言ううこことなななんんててて聞思ってない俺が喋ってやるからお前がきお前はしっかり聞いていけ。だとちょっと普通じゃないですか。ちょっと偉そうな人って意味ではね。うん、だから、俺が喋ってやるからお前はゆっくり聞いていけ。いや、聞かなくてもいいぞっていうところまで持ってっちゃうやつなんですよ。どっちっていう。<laughs> わかんないっすっていう感じの。そんぐらい行かれてるっていうかね。